覚めよ。どうだ、お前も一杯やらんか。昨日の嵐が嘘のようだな。どうやらおかげで今日はうめえ酒が。おう、元気だよな、お互い。ほう、なる。そうかい、そうかい。平和なんてよ、こと大神よ。今日お前をここに呼んだのは、辞令ならここにある。海軍大帝国海軍少尉大神一郎、帝国歌劇団。また定義お前、そうか、おめえが戻ってくれた。今日は特別に迎えに来てやると言っとったしな。おお、そうこうするうちにそろそろ約束の時間だな。感激のご対面だな。まあ久しぶりの再会だ。ゆっくりや。お久しぶりで。嫌ですわ、少尉。もっと。あ、あら、少尉。しばらくお会いしな、まあ、こういったことは、もう。よしよし。ちょっと支配に。さて、せっかくの再会、帝国歌劇団花組はお前たちには再会して浮き立つ気持ちもわからん。恋人き、まあ話、平和を守るし大切な仲、前のように仲良くやる分には
それにスミレ、いろいろと大変だろうが。こいつは、それではスミレ。ええ、承知いたしましたわ。来ましたわよ、少尉。少尉、少尉、なんだかだんだん腹が立ってきませんこと。もう、さっきのその支配人の言葉のことですわよ。舞台や戦いのことならともかく、なぜプライベートなことまで管理する。まあまあではありませんわ、このことに。まあ、実は少尉、私ここでお別れしなければなりません。実は祖父が倒れた。それが分かりませんの。実家に連絡しても帰ってこいの一点張りで。少尉、花組の皆さんのこと、くれぐれもよろしくお願いいたしますわ。トップスターの不在で皆さん、さ、ありがとうございます。で、ごめんなさい、変なこと言って。大神さんが帰ってくる夢を何度も見てたから、夢かと思ったんです。そうですね、大神さんとまた改めてよろしくお願いします。大神さん、これからも私たちのことよろしくお願いしますね。そういえば大神さん、今日は朝からずっと大神さんの、なんでもないんです。それじゃあ私はちょっと用がありますので、これで。
リス、お兄ちゃんの帰りをずっと待ってたんだよ。だってアイリスすっごく嬉しいんだもん。ほら、クマのジャンポールも喜んでるよ。ねえお兄ちゃん、お兄ちゃん、修行しに行っちゃったし、マリアはお仕事でニューヨーク、コーラもでも大丈夫、みんな夏までには帰ってくるんだって。それにお兄ちゃんもいるから、アイリス寂しいの我慢でき、準備しなくっちゃ。じゃあお兄ちゃん、私のこと覚えてますよね。ジムの榊原ゆりです。お久しぶりです、大神さん。それじゃあ大神さん。はい、結構です。大神さん、面白い噂話が、新しいブロマイド、またいろいろとお仕事を手伝っていただくと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
よろしくお願いし、織姫。それったの。はい。この三人、そして新宮寺さく。やっはー、アイリスでー。みなさん。そして。日本の隊長だ。まあ、ん、何これこれは、ん、劇中、あ、
ねさやな。おい隊長、聞こえるか？こちら霧島カンナだ。お邪魔します。この機会をカンナ班以外にも。少尉、この私をお忘れですか。帝劇の少尉、久々の。まあおいおい、あら、なんだと。この二人ともいい加減にしなさい。こちらマリア橘。隊長、聞こえますか？隊長、お今私はニューヨークに向かう船の中でも海の。作ったものだけにいつ爆発するかどうかと心配ですけど。チェそれじゃあ隊長、また通信ありがとよ。少尉、聞いてくださる？祖父はピンピンして。まあまた。隊長、花組のみんなのことよろしくお願いし、ありがとう。ほんなら大が喜んでもらえ。ほんなら少尉、大事なこと。少尉に私の少尉。
Thank you.
セリフ合わせはとても大事なお稽古ですよ。それに舞台中役者はさ、でも私そのためにも少しずつ、あなたたちの舞台も戦場もこれ、あ、織姫さん、チェリーさん、あたし、聞こ、
この厳重な警戒態勢を私たち二人だけで突破できるでしょうか。はい。うわあ、おい、そうは問屋が下ろさぬぞ。お前たちがここへ戻ってくるなど宣告お見通しじゃ。お前たちのような単純な輩は行動も計算しやすいわ。そんな付け焼き刃の漁師甲冑でやってくるなど愚のこっちょ。お前たちに勝ち目はない。おとなしくわしの前に屍をさらすがよい。
わしの計算に。
違いますね。
んのために私やります。
久しぶりの戦闘で緊張してしまいました。この異常あれ何組のみんなは無事でしょうか。ええ、ええ、私
大神さん。